まずね、私もいいぞ年になりましてね、ライフワークをやりたいというふうに思ってました。で調べてみるとね、素晴らしい技術を持った先人たちはね、猫を一回も掘ってない。これどういうことかなと考えながらね、これはやっぱり宮島大工のね一つの特徴が猫を掘らしてなかったんですね。ですがよし、これをテーマにねやってやろうと。でしかも私は昭和、平成、令和3代生きてきたんで、その時代背景も得ながらね、これを猫の擬人化して、これを通して自分のライフワーク、仕事としてねやってやろうと思いました。そうするとね、命の限られた宣告を受けたんです。最初秋頃にやろうと思ってたんですがね、もう半年もたないということで、急遽この春にねやってやろう、自分でもよく頑張ったなこの体でと思ってます。昭和はね、私18年生まれですからね、戦争を肌で感じることなく過ごせたわけね。あと我々の先人たちはね、戦争の中で大変な思いしたと思うけども、でちょうど日本がね高度経済成長期にあたってね、食べるものも困ることなかったし、命を懸けるようなこともなかった。実に平和な時代をね生きさせてもらったなという思いでね、オスとメスの猫ちゃんがね、一応まあこうして、ね、安らかな時間を過ごしている。それが昭和です。で平成になってね、まあ何といっても大震災、それの中でもね原子力発電所がねあんなになってもね、まだ経済の状態からあれがいるということで頑張りますね。どうするんですかね、それの思いがちょっと入ってます。ですから親子の男の猫が天空を睨んでるのは、私体で日輪を入れていますね。多分彼ら二人はね、俺たち人間この地球をどうするんだという思いかもしれませんね。で令和はもうこの時代になってね、まだ世界の強国が利権争いをしないで、みんなでね手をつないで、この前代未聞のコロナをねなんとか人間の力でね収められんかなと。じゃあ基本5人家族にしました。で絆です。まず家族が絆、地域が絆、国が絆、地球全体人類が絆という形でね、この先行ってくれたらいいかな、そういう思いであの3点を作りました。